ちょっといいかな。すいません、遅れちゃって。いやいやいや、申し訳ないです。どうぞ。調子はバッチリです。拳、治った。それは内緒で。そこなんだよね、心配はね。今日、使わないでとします。絶対無理よ。先俺言っとくわ。絶対使うから。絶対使うから。いや、使ったらまだ折れます。そこだけ心配だなって感じ。今日はこれでいくんだ。結構ね、パンチ伸びるし、伸びますね。いいから、はい、だから汚いから避けづらいなっていうのがすごいあります。そうそうそう、あれね、意外と、はい、対面したら見づらいから。そうですね、伸ばして打ってるし、はい、で結構カウンターとかタイミングうまいから、はい、だからその辺を気をつけた方がいいかなと思います。まあでもちょっと楽しみにします。はい、ありがとうございます。頼むよ。頼みます。さあ、おー来た。さあ、どうですか。バッチリですよ。バッチリ、調子よさそう。めっちゃバッチリ、バッチリ。リラックスしちゃって。いやすごい。全然今日ピクニックしに来た気分だよ。なんだかんだやってくれるんだよ、いつも。バチバチ盛り上げてくれるんで。楽しみにしていて。今日もちょっと新技覚えてきてるから。新技、うん、なんだろう、名前は。サトルハリケーン。サトルハリケーン。ハリケーン来ました。なんでしょうね。じゃあまた。はい、どう。サトルハリケーン気になるの。サトル君はね、なんだかんだ言ってね、試合も盛り上げてくれる。彼はね、花がありますよ、めちゃくちゃ。平原君、ちょっとインタビュー。どうよ、調子は。おっす、バッチリでございます。いい顔してるもんな。めちゃくちゃですよ。もう、本当に早くやりたい。もう、本当になんかね、自信が見えるよね、すごい。いやもう自信しかないんで、本当にやばいっす。もうやばい、本当にムズムズしてる。まあ、油断はせずにだね。油断なんかしないっすよ、もちろん。カイさん、まあ、強いからね、富澤君、しっかり、はいはい、もちろん今までの相手とはちょっと、わけ違うと思う。だから余計楽しみなのね。どうだろうな、分かんないな。ゴブゴブだな、ずるい。カイさん、ゴブゴブ。今回は分かんない、マジで。てめえら見とけ、この野郎。マジで楽しみだな。これ勝ったら雷神の道とかもあるから。ありがとうございます。ついていきます。可能性全然あるから、はい、頑張って。バント向きですけど。確かに。はい、俺の戦いか。いや、勘弁してください。すいません。お疲れ様です。コメを絞れてないから、この目が来てますね。ご苦労さん。スタミナなさすぎよ。いや、疲れた。完全に疲れて終わったな、2ラウンド目で。勝てると思ったけど、あれだった。この後営業でしょ。疲れた。ご苦労さん、ちょっとまた食べに行くよ。はい。ゆっくり休んで。はい。お医者の準備の時に。はい、せーん。どう。今日できなかった、スケールできなかった。よく勝ったね、すごいね。いやでも、強かった。強かったね、気持ち強いやつ。強かった気持ち。いや、さすがブレイキングダウンのね、一番秘密感の男、うん、気持ち感じました。いやでも、気持ちとスタミナで勝った。最後俺も多分気持ちで、なんとか。まあでも、こっからもっと上に行くには、もうちょっと実力もつかないとダメ。そうですね。今日の戦いじゃ、もっと上にはいけないし、多分次は、もうちょっと強い相手当てられるから。頑張んないと。そうですね。せっかくチャンス使ったからね。オーケーです。実力をつければ。つけましょう。あと、僕目標があって、ブラジル対抗戦、そういうみんなのやばいやつ連れてきたいんで。おー、いいね。でも結構、ブレイキングダウン初めて国際生できると思う人たちとできるんで。コメディアンで、ブラジルの3000万人フォロワーいる、今ボクシングやったやついるんで、そいつも鍛えてるんで。おー、いいね。ぜひ連れてきたよ。ぜひ僕もそういうのも頑張っていきたいんで、ありがとうございます、ブレイキングダウン。一つ、ウィンドローから。さあ、喧嘩マッチが始まりました。メカ君止まらん。メカ君は前回の試合よりも落ち着いてますね。ブレイク3戦目、あとキラーがどうか。勝者、メカ君。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした。とりあえず今しょっぱい試合になっちゃったんですけど、はい、喧嘩自慢として全国にいると思うんですけど、喧嘩自慢だと全員計画買ってやるんで、応募しろ。今13応募中だから、全員応募して、喧嘩より全員買ってやる。以上ですね。 OK、 ありがとうございます。ありがとうございます。おお。強い強い強い。パンチの回転速いですね、体重重い。
強いね。おはようございます。おはようございます。お父さん、すごいね。マジで超最高っす。いやー、想像以上の KO だったな。パンチの回転が速いね。お父さん譲りだ。そう、やっぱ小さい頃から教わったんで。お父さんの教えなんだね。そうです。すごいな。今何歳だっけ？今19です。19。楽しみっすね、これ。お父さん、悪いのは演じてるけど、感動しちゃってるじゃないですか。感動しました。ほっとしました。ほっとした、よかった。まあ、次、俺が吉木丸が必ず KO するからな。いや楽しいですね。親子揃って、これはブレイキングダウンの、ね、顔になるかもしれないですね。大勝てよ。よっしゃ。おめでとうございます。ありがとうございます。